院内五病区から七代、六代、五代の、秘籍藍津藩主松平家墓所は、福島県山郡稲脇城町及び、藍津若松市にある、藍津松平家歴代藩主の墓所である。国の史跡に指定されている。初代、星名正幸の墓所は、稲脇城町の仏神社にあり、二代、星名聖景から九代、松平片森までの墓所は、 藍津若松市東山町の松平家稲荷五廟にある。両所は大名家の新式墓所の代表的なものとして、1987年5月12日に国の史跡に指定されている。初代、正幸の墓所は遺言により、自ら選定した稲わしろ湖を望む万代山山麓の峰山に、死去の翌1673年新式によって作られ、葬られた。後に、 ドツ神社が建立された。二代藩主以降の墓は、正幸の死より、前の1657年に、正幸の次男、星名正よりが死去した際、正幸が、若松城下の院内山を墓所として定めたことから、始まる。二代藩主星名政景は仏式により葬られ、三代藩主、松平正方から九代藩主、松平片森までが、新式によって葬られた。 新式の墓は、亀形石を台座とした碑石が前面にあり、その奥の一段高い場所に灯籠が体に並び、その奥に表石、さらに奥に小高い墳糾を作り、その上に八角形石組の鎮石が置かれている。五秒には、歴代藩主の他に、家族や子孫の墓、拝殿がある。2001年12月に、史跡保護のため公有化を行い、史跡指定区域のほとんどが、 合津松平家から合津若松市の所有になった。その後、保存、管理、活用基本計画、整備実施計画を策定し、2005年からは、その年次計画に基づき、樹木の整備、既存箇所、危険箇所の復旧、便益施設の整備等の本格的な、史跡環境整備に着手している。ありがとうございます。